初代ハリファックス公爵、ジョージ・サビル初代ハリファックス公爵、ジョージ・サビルは、イングランドの政治家。1682年から1685年、1689年から1690年の二度に、渡り、王子少書の地位にあった。順段爵サー・ウィリアム・サビルと大法官、トマス・コベントリー男爵の娘アンの息子として生まれた。父は、 新京都革命で王党派に属して戦死、ジョージは父の爵位を受け継ぎ、1656年にサンダーランド博ヘンリー・スペンサーの娘ドロシーと結婚したが、イングランド共和国政権では失速していた。1660年に王政復古の国民協議会の会員議員に選出され、1668年にハリファックス施設となり、上院へ移った。同年に、 オランダ・スウェーデンとの三国同盟締結の調整を行い、1672年に数密顧問官に任命され政権の一員となった。同年に、ウィリアム・ピエール・ポントの娘がアートルードと再婚、オランダ侵略戦争でフランスに領土を侵略されたオランダへ和平施設の一人として派遣されている。1676年に審査法に賛成したため、 チャールズ2世の怒りを海水密院から追放されたが、1679年に、ウィリアム・テンプルが、チャールズ2世へ取り成したおかげで、水密院に復帰して伯爵に除され、同年から1680年に提出された、大井排除法案に一貫して、反対、議会で懸命に否決を解いて、法案を否決させたことからチャールズ2世に徴用され、1682年に、王子証書に任命され、 公爵となった。排除法案に賛成のシャフツベリ伯爵アントニー・アシュリー・クーパーと対立する一方、1679年から規定のサンダーランド伯、ロバート・スペンサーと共にオランダ総督ウィレム3世に接触している。1685年にチャールズ2世の後を継いだ弟のジェームズ2世により王子証書に代わり、枢密院議長となったが、 ジェームズ2世の審査法廃止の要求に反対したため、職を追われた。しかし1687年に被告教徒のジェームズ2世への協力を今める、被告教徒への所管を匿名で交付。翌1688年になると、非和見主義者とは何かを表して、先生と政党政治の行き過ぎを批判、大小措置の分析で、イングランド国教会に審査法廃止の代わりに、 特権の保障を約束したジェームズ2世の対策を疑問として非難した。一方、ウィレム3世擁立を進める一派には組みせず、合法的な解決を望んでいた。1688年、名誉革命により、ウィレム3世が上陸するとジェームズ2世から交渉役として選ばれ、ゴドルフィン男爵シュドニーゴドルフィンロッティンガム博、ダニエルフィンチと共に、ウィレム3世の交渉を行い、 ジェームズ2世が亡命すると、ロンドンの治安維持のため、ロチェスター博、ローレンス・ハイドが発足した、緊急の貴族会議を主催し、ジェームズ2世の再度の亡命を促す死者の役割を、務め、翌1689年に、議会の上院議長として、ウィリアム3世、メアリー2世夫妻に王冠を捧げた。直接名誉革命に関わらなかったが、同年に恩賞として、王子証書に再任され、 政権に加わった。しかし、ウィリアム・イト戦争でアイルランドへ上陸したジャコバイトに対して有効な対応を取らなかったことを議会に非難され、1690年に王子少女を辞任、1692年にウィリアム三世暗殺未遂容疑でロンドン島へ投獄されていたマールバラ・ハクジョン・チャーチルの保釈保証人になったことで、 メアリー2世の不況を回数密院からも除名された。以後は上院で政治活動を続けたが、1695年に61歳で死去、息子のウィリアムサビルが尺を継いだ。著作から主張する思想は、国王の先制政治を非難する一方で、大衆が先導されやすく暴走しやすい存在と捉え、変革も嫌い、貴族主導の国王抑制を重視して、 身分性を重んじる保守派だったが、革命後のイングランドが政党政治に歩み出し少しずつ変革に向かうと孤立していった。政党政治についていけず晩年は不遇だったが、1750年に移行が出版され、19世紀に歴史家トーマス・マコーリーがイングランド誌でハリファックスを取り上げたのを機に、電気、著作集が発表され、 革命期の重要人物として注目されるようになった。ハリファックスの影響力は、雄弁家としても、作家としても、当時の世論において、ほとんど確実に無比のものであった。彼の知的能力、高潔さ優雅さ、快活さ、風刺的な快逆心は、同時大臣に大いに感銘を与え、多くの基地に富んだ発言が記録されている。経歴の全般にわたって、 政治的党派に関しては、超然たる態度を貫き、二大派閥のいずれとも、恒久的あるいは継続的に行動を共にすることは、決してなく、彼らの望みが、まさに実現しようとする刹那にその目標から去ることで、両党を交互に苛立たせた。彼らにとっては、ハリファックスは、意志薄弱で、気まぐれな信頼できない人物に思われた。しかし、 彼の政治的行動に主として影響を与えたのは妥協の原則であって、それは両党のものとは本質的に異なるものであり、彼の両党に対する態度は必然的に絶えず変化していた。それゆえ、チャールズ2世の治世末期にハリファックスが支持していた、摂政構想は名誉革命の際には完全に一貫してハリファックスによって反対された。 彼は、日折見主義者の役割を進んで引き受け、誰かが船のどちらか、片言に、転覆の危険が生ずるまでに重みをかけるならば、その反対側で船を安定させておきたいのだと、述べていた。ハリファックス教の詩人としての性格は、公人としての活動と調和していた。彼はマコーリーが描写したような、主職の戸ではなかった。それどころか、放送さとは無縁であり、 その生活様式は、貧困法生かつ失で、服装も周知の通り簡素だった。愛情深い父親であり夫としても知られ、ソールズベリー主教、ギルバート・バーネットは、彼の心は家族を育て上げることに集中していたと述べている。ハリファックスは、死の床にあっても息子であるエランド教の名を、不朽のものとするために、彼の再婚を気にかけていた。自身は、 哲学的無関心の影響下にあったハリファックスが非常に多くの称号を受け入れたのはおそらくこうした家族への配慮によるものであろう。ハリファックスはその経歴を通じて名誉ある独立性を示した。なだちたる人々さえ賄賂を受け取る時代にあって彼は精錬潔白な人物として知られていた。彼は敵対心がとりわけ強い時さえ恨みを抱くにはあまりに寛大であった。 妥協の原則という、方針からだけでなく彼の性質からも、私は彼以上に許す用意がある人を知らないとジョン、レレスビーは評した。最初の妻ドロシーとの間に二人の子を設けた。アン、カーベリー博ジョン・ボーンと結婚ウィリアム二番目の妻、ガートルードとの間に一人の子を設けた。エリザベス・チェスター・フィールド博、フィリップ・スタンホープと結婚、日和見主義者とは何か P137P142、イギリス革命史、P150P152。日和見主義者とは何か、P143P164、イギリス革命史、P238P239、P244P246、P262P264。日和見主義者とは何か、P165P176、イギリス革命史、 P79P84?P87P95P105P110P137P140P142P165